はい、今週の狙いまでーす。はい、喫箇所外して意気消沈してます。もう何も言いたくないです。いや、言ってください。伊達さんがいれば伊達さんに全てを任したいぐらいですけども、まあ、そうですね。はい、千葉さんから、はい、天皇賞。そうですね、もう僕今のところ一番、まあ、やっぱ注目してるのはスワープリチャードですね。はい、もう本当春はもう大阪杯で G1 初制覇を飾って、うん、でまあやっぱ2000この4歳世代がまあ今回のメンバーの中でも中心になると思うんですけども、うん、その中でもやっぱ現役屈指の実力馬であるってことでも証明した形だと思いますし、うん、まあ、続くちょっと安田記念は初めてのマイルで、まあ、ちょっとまあその追走の面もあって、まあ、普段のほとんど切れ味勝負で回されることはできなかったけど、その切れ負けしたもんね。その中でもやっぱ0秒1差っていうのはやっぱ能力の高い証拠かなって気がしますしね。まあ多分これから先前で使うことはないだろうな、うん、この秋はもう本当に今 2000m 以上でっていうところでしょうし、うん、まあ、ハーツクライサンクラシックこの秋以降の楽しみもありますので、うん、まあ本当ポイントっていうのはやっぱ安田記念以来の臨戦っていうぐらいかなっていうところは気がしますね、うん、なるほどね。まあ府中は走るし左回りも上手だし、うん、まあ、距離も2000だったら、うん、安田記念以上っていうもね、この間隔空いてるっていうところを差し引いてもやっぱこの舞台設定は文句ないと思うんで、うん、まああとは追い切りとかそのあたりも見つつという感じで、はい、じゃあいかがですか。俺はやっぱレイディオロかな、うん、この前のオールカマーのね、うちの社配でしたな、三決勝でしたな、はい、オールカマーの勝ちっぷりもね、首差以上に強かったと思うし、ですね、最後の足は、うん、半年ぶりだったでしょ、遠征代わりでね、海外遠征代わりで、うん、それ考えたらやっぱり強かったなと思います、うん、ただ先週ね、一周前を切りでね、ちょっとアクシデントっていうかね、うん、あったんですけども、それでもまあ大したことなさそうだし、うん、日曜日も普通にね、結構やってるみたいなんで、うん、あんまりその辺は考えない方がいいのかなっていう気はしますですね、うん、まあ、実際週末も本当時計出しっきり出して、うん、まあ、あとはまた今週の追い切りで、まあ、今度こそ、まあ、選手と違って動きを見せてくれればいいかなっていう気がします、まあ、日本のチップもね、こうところどころでこうなんていうの、そのデコボコしたところがあるから、たまたまそこに足突っ込んだみたいな感じなのかもしれないし、うん、だからそこで無理して立て直して無理してやらなかった、そのままもうやめちゃってるから、うん、まあ、最小限だよね、そういうロスっていうのはね、うん、だからそこは気にしないでいいかなと思ってます、うん、はい、っていうことは結局はまだ今週もミルコさんとルメールさんなのか、まあ、先週のちょうどそうですねワンツーですね、うん、俺ねちょっと気になるのはね、やっぱりマーカー引き、あれそれこそ全然菊花賞の3着だった豊さんが乗れてました。そうまだ金子オーナーの馬でね、共に支給者でさ、まあ、ダービー馬だし、うん、まあ、こっちの馬もそうですからね、うんうん、やっぱ札幌記念がやっぱりね、久しぶりにこの馬らしさっていうのは負けたけど、うん、2着で負けたけど、でもこの馬らしさが出してたしね、正直そうでした、復調してきたなっていう気がします、うんうん、でもその後もう使わないでここ1本でなる予定通りだし、まあ、感覚もね8月でしょ、うん、9、10でしょ、別にそんなに気にするほどのないし、うん、長いこと休んでるわけでもないんでね、実際先週の動きも良かったみたいですからね、うん、本当ここに向けて、まあ、予定通りに来てるんだなって気がします。叩き2戦目っていう考え方をしたらね、はい、またさらにもう一つ良くなっていくんじゃないかなって気がしますよね、うん、あとは4歳ジェール中でやっぱサングレーザーが気になりますね、まあ、買ったやつだよね、はい、でまあ、その札幌記念で、うん、マカ引きに勝ってるんですけども、まあ、2000m この札幌記念で、まあ、克服というか証明したっていうところにやっぱ成長の跡を感じます、うん、そう、まあ陣営もね 2000m は持つと思うよって言われてて の、うん、花咲がちだったんでね、やっぱ陣営の思惑通りっていうのもあったのかなって思いますし、うん、私ね札幌これ本心しててこのレースが一番会心の一発だったね、うん、だから思い出もあるんですけど、まあでもサングレーザーの力っていうのもマイルだけじゃないよっていうのはね、うんうん、証明したかなっていうのありますし、で今回はまあまたねちょっと相手も強くなりますよ、確かにレイディオロとかねスワーブリチャードとかいるけど、うん、でもそこでも、まあ、今のこの勢いっていうかこの前の勝ちっぷりだったらやれていいんじゃないかなと思うし、鞍上がモレイラさんでね、うん、また違う引き出し出していくのちゃうかなっていう感じもするんでね、これは注目ですよね、うん、まあ、気になる点があるとすれば東京コースで実績が乏しくないっていうことで、うん、まあ、そういった意味ではそれこそ菊花賞馬の奇跡ですとか、でも東京でも安田記念5着だろ、まあは連帯実績がないということです、
うん、はい、スワーブリチャードから3着のスワーブリチャードからこう測りにしたらそんなに負けてない、うん、いいよね、お前、分かった、奇跡、まあ、奇跡とか、奇跡、あとミッキーロケットもそうなんですよ、東京で走ってないんで、うん、経験が少ないっていうのもありますけど、そこら辺の差がどうかなっていう、ね、ビブロスはどうなの？でもビブロスは正直牝馬がもともとこのレース走りますけど、うん、その中ではこの馬も単眼の候補に挙げたいぐらいの馬ですね。うん、府中牝馬2着だったんだよね、今日ですね。でもまああれは休み明けでもあったしな、うん、でも俺左回りこれ走ると思ってっから、だってドバイ左回りじゃん、うん、ですね、うん、あともう休み明けでどうかっていうぐらいだと思います、この馬も、うん、あと R アインの前走のねオールガマ2着の内容も良かったし、うん、あとはちょっと強引かもしれないけど、やっぱサクランブルールっていうのもちょっと穴で気になるんでね、僕はね。ああですね、うん、うん、まだまだこの馬も枯れてないと思いますからね、7歳迎えてますけど。難しい馬なんだ、確かにこの馬難しいんだけど、うん、乗り難しいし、気性も難しいし、難しいだらけなんだけど、でも、もしかしたらあるかなっていう気はしてますね、うん、はい、あと、うん、はい、あと土曜日じゃないや、スワンステークスは？こちらもやっぱ、なんといってもオザースコットですかね、うん、まあ、安田記念を、まあ、あの勝って、まあ、あのはい、結構連投で勝ったっていうところでもうものすごい馬だったんですけど、あ、そうだよね、スワブリチャード任してるもんね、はい、うん、まあ、今回ちょっとこうメンバー的にも本当実績は抜けた存在かなという気もするので、うん、まあ、メンバーもちょっと、うん、トースも手頃だし ね、メンバー的にもね、またここもルメールさんか、うん、にもなるかもしれないですね、まあ、4日間連続で優勝勝ってますから、ね、あと相手にねちょっと気になってるのは、ね、ディアレガロ、キンランドカップはちょっと8着だったんだけど、まあ、このまま俺専用の方がいいような気もするし、関西もいいような気もするんでね、関西遠征もいいような気もするんで、あともう一度何か気になるのがあったら、僕は安定感で買っていくアンチャーレーがちょっと気になるかなってことですね、はい、強度コスト得意だもんね、はい、距離も含め、まあ、ちょっと短縮してどうかっていう楽しみも含めです、はい、以上です。